PKO 部隊の日報の扱いをめぐって会議をやっていたその席に稲田防衛大臣が出席していたという話なんですね。そうなんですね。2月の15日なんですけれども、はい、防衛省の最高幹部による緊急会議が開かれていたんですね。はい、でこの時は事務次官とかあるいは陸上幕僚長、本当にまあトップが出席していました。はい、でこの席に稲田大臣も同席したということですね。はい、でここでどういう方針が決定されたかというと、その日報について公表しないと、こういう方針をまあ決定したわけですね。はい、で稲田大臣はその場にいたわけですから、はい、反対もせず了承したというですね、こういう形になったということですね。これについて稲田さんはですね、その後の国会で、はい、自分がそういう場にいなかったような発言をずっとしてきたわけですね。はい、この日報についてのデータ隠蔽の問題については報告を受けていなかったと、はい、こう国会で答弁したわけですね。知らなかったと言ってるんですね。さらにこう言いました。改めるべき隠蔽体質があれば、はい、私の責任で改善していきたいと、はい、こういうふうに言ってるわけですね。ですから、はい、知らなかった改善したいとこう言っていたわけですから、知っていたで、公表しない方針を了承していたということであれば、この国会での答弁は虚偽ということになりますね。嘘ついてたということになっちゃうわけですね。そうなんですね。どうなんでしょうか、これについて、まあこれ、稲田さんは否定してるんですね。はい、共同通信の取材に対して、ご指摘のような事実はありませんと、つまりまあ知らなかった、はい、了承してなかったと、こういうことですよね。これ、今回のこのニュースは、どこから出てきたかということですよね。はい、そうなんですね。複数の政府関係者が明らかにしたというふうに伝えられていますので、つまりまあ政権内からですね、これ、出てきたということですね。じゃあ、一体その意図はどこかということなんですが、はい、一つはもう稲田大臣にはやめてもらいたいと、もうそれは政権の足を引っ張る、それだけではなくて自民党など与党の足を引っ張るということでですね、やめてもらいたいというのが一つです。はい、ただこれ稲田さんはどうも8月に予定している内閣改造党役員人事ではもう続投はないということでですね、ほぼまあこれ決定ですよね。はい、となるとなぜ今ここで、ね、そうですね、そのようなということになりますと、これは稲田さんを任命したのは安倍さんです。はい、安倍総理の調和を受けていたわけですね。その稲田さんにさらに問題が出てきたということをですね、公表することで、つまり安倍総理一強体制に対して、はい、あるいは政府関係者あるいは与党からですね、もうそろそろどうなんだという批判が出てきていまして、 それについて石を投げたいというですね、これ安倍さんの任命責任を問うと。はい、そっちの方に軸足があるようにも見えますね。そういうことなんですよね。で、賭け問題でですね、支持率落ちてます。はい、そういう中で任命責任を問うっていうことでですね、で、一強についてもう一回相対化しようよというですね、どうもそういう力学が働いているような、そんな印象はありますね。そうですね。で、今、まあ、閉会中審査の調整が続いているわけですが、はい、今度は安倍さんが出席する会議をやろうとしているわけですね。そういうことですね。そうすると当然この問題もそこで論じられるということになるんでしょうか。これ間違いないですね。はい、当然任命責任を野党は厳しく問うことになりますので、なりますね。はい、それについて安倍総理のこれ本当に答弁以下ではですね、さらに政権の足を引っ張る、支持率が落ちるというですね、そういうリスクは抱えるわけですね。はい、ただ一方でこの問題ばっかりがクローズアップされてしまうと、焦点のですね、賭け問題、確約円問題ですね、この議論が薄らいでしまうというですね、そういうつまり国民が納得できないようなですね、そういう時間配分になってしまうリスクもありますので、これはですね、時間の問題とこれ非常に密接に絡み合ってんですね。そうなんですね。質問時間をどのくらい持つかっていうことによるんですよね。この閉会中審査、来週月曜日、つまり24日ですね、これやるということは一致したんですけれども、自民党は与野党で質問時間の配分について均等にしたい、5対5にしたいということですよね。で、一方で民進党は従来通り与党2に対して野党8の質問時間を割り当てるべきだと主張していまして、実は平行線をたどっていて、まだ決定されてないんですね。ですので5対5、1対1ですと、本当にもう野党側の持ち時間は減ってしまいますよね。そうですよね。その中で掛け掛け問題と、それからこの稲田問題ですね、じゃあどこまで追及できるかということになりますので、ここは民進党はどこまでこの質問時間の配分について踏ん張れるかですね。そうですね。大きいですね。与党2、野党8というね、この線が守れるのかどうかということになりますね。そうですね。